そうそう。でそれをそうそう、そう抑えるのが逃がさないようにできたら、あとは普通 に肉体でするのね。でそれをできました。じゃあ、かけてみます。はい、かけて抑えるでしょ。はい、じゃあ次はこうします。はい。それそれで抑えれます。はい、じゃあ抑えれました。はい、じゃあバーン。だいぶ慎重になりますけどね。そういうことなのね。俺はそれがもう何気に何でも普通にできちゃうわけだから。だからもうパッと押さえてできるってことですね。そうそう。でそれがこうなったらどうみたいな。まあ、これでも真理分かるよね。分かる？奥の方になんか硬いのあるの。あ、多分これだと思います。っていう風に練習を毎日のようにしていくと、あの逃げなくなってくる。意識して押すでしょ。こうやってあこれだとか。あ、ここね、とか。あ、逃げたら、あ、違う。っていう指の感覚だからね。ほら、あったね。というふうな練習をすると、やっぱ抑えやすくなる。で、これは、今これだったけど、小さくするとどうですか？そういうことだよ。これで、これがあったときに抑えれるかで、やってごらん。折らないよ。結構ね、やっぱりね、それがね、細くなったりとか丸くなると抑えにくくなるのね。はい。で今ここだからあれだけど、これが例えばこういうとことかだったらちょっとこれってしやすくなるんだよ。そうですね、うん、滑りやすくなりますもんね。そうそう。でそれをじゃあ次はこうしたときに押さえれますか？押さえれますよ。はい、ここ。そうそうそう。じゃあいけますか？じゃあもう一回今度半分に打ったやつを入れて、そう。で、それが柔らかくなるまで、あの太ももとか、ふくらはぎでやってくれるようになれば、俺のお客さんは、あ、マサトでいいわってなるんだよね。うまいじゃんみたいな。じゃあ、願い事がサインってない時に、マサトにやってもらうってことなんですね。そう、で、なってくれたら、じゃあ俺は任せていくから、旅行行くねって。あの硬い人よろしくねって言えるのね。これやったんだったら、じゃあついでにこっちもやって、そうそうそう。あれどこにある？でそういうふうに意識すると、あ、どういうところを抑えるかっていうのが分かるでしょ。でそれが例えばそういうところが太ももだったりふくらはぎだったり、あとは腕だったりとかしていくだけなのね。で練習はもうどこでもできるから、タオルとペンさえあればできるから、それをちょっと意識してやってると逃げなくなってくる。なるほど。